えー、おはようございます今10時朝の、えー、お得意様方にご心配をおかけしてるみたいでまた動画の更新があまりなく,な,くなりましておいつもの悪口はどうしたといつものへりくつはどうしたと <laughs> ご心配なさってくれてる方もいるみたいなので。 一応、近況報告として、久しぶりに、ノーカットで撮りたいなと思います。ノー編集で。懐かしいですね。編集しない頃に撮った動画が、まあちょこちょこ再生されてて、しい限りですけど、まああの、ネタ切れをしたわけじゃないんですよね。逆に、やりたいことが多すぎて、 本当にもう何から出していいか分かんないんですよ。あの YouTube だけじゃなくて TikTok もインスタもやってるしであと今ハマってるスマホゲームもやりたいしあとジム新しいところに行くようになって。 なんか何十何年も筋トレやってんのにまだ発見があるんですよねで趣味も本も読書もあるし読書って俺すげえ読むの遅いんで時間かかるんですよで読書するごとにやっぱり知識が増えるんでネタも増えてくるんですよ だからもう一旦ちょっと動画はやめてネタがたまってパワーアップした状態でやろうかなと思ってたんですけど思ってるんですけどでもあふれるアイデアだけはあふれてくるんですよネタだけはあふれてくるだからショート動画撮ろうで増えていくうちにある昔から思ってることに それが、さらに頭の中で大きくなってったことがあってまああのお得意様の方見てくれてると思うんですけどいろんなこの俺のいろんな趣味が興味あることが一緒にのチャンネルになってるんですね。 僕の,あの YouTube チャンネルってこのメインチャンネルってそうすると例えば音楽系のことをげましたその次に格闘技系のことをあげますでその音楽の方でチャンネル登録してくれた人がかなり低い確率で高い確率で格闘技に興味ないんですよそうするとと音楽のことが 興味あって登録してくれたのにの格闘技の次格闘技の話題出てきたよってなってチャンネル登録を解除しちゃうんですよ。じゃお金目的ではないにしろチャンネル登録がなくなるのはちょっとショックなんですね。だから分けようと思ったんですよ。 だから同じ音楽でも俺ジャニーズとビジュアル系が好きなんですね。でジャニーズとビジュアル系ってあのー、同じ音楽でも全然違うんでファンが全く違うんで同じ女性女性ファンが多いのはあるんですけどなんかその敵対意識みたいなの持ってる人もいて。 で、ガゼットのルキもジャニーズ批判の歌詞を書いたりとかしてるんですよねだからなんだこのチャンネルちげえじゃねえかってなって解除する方もいると思うんですよそれちょっとストレスだったんですね上下が激しいなっつってまあ増えてる方が多いんですけどで その、常連の方たちは、その、広い心で、は、まあ、この回は、興味ない回でも見てくれちゃうんですね。で、そんな方ばっかりじゃないんですよ、やっぱり。そういう人たちの方が少なくて。だから、ジャニーズで、えー、登録してくれて、格闘技、漫画、とか、ビジュアル系ってなっても、 解除しないで、まあ、興味なくても見てくれちゃったりするんですよね。それはありがたいことなんですけど、なんかそういう人たちにも失礼だなと思って。あと、ここ最近に来て、悪口とか減理屈が俺の動画が多くなってきたんですよ。だから、えっと、そういう VK のファンの方も、ジャニーズファンの方も、優しいんですよ。 すごくその優しい人たちに悪口を聞かせるのどうかなって思ってきて <laughs> 悪口は悪口であの <laughs> 分けようと思ってだから今漫画今格闘技は捨ててるんですけど漫画えー、あと結婚そう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 ,そう結婚してる人たちに俺反出生主義で反結婚主義なんですよ絶対にしたくないんですよ作りたくないんですよ でもやっぱり世の中には子供を作りたい人結婚したい人結婚してる人子供いる人の方が多いんです多いじゃないですか僕みたいなものは異端児じゃないですかだからそういう人たちに見せたくないっていうかそのうちだけその反出生反結婚だったらその人たちだけに見てもらいたいその結婚してる人 人たちも登録しててくれてるでもそれは見てほしくないだってなんだこいつってなるじゃないですか普通の人はああこういう意見もあるんだなっていう人はそういう心の広い人はやっぱり日本人は少ないと思うんですよ多様性という多様性にちょっと弱い自分の あの考えないことを受け入れるのがちょっと難しい人たちが多いのでだからそういう人たちはそういう人たちでその生き方があるんで、うん、僕の意見全員に聞いてもらいたいってわけじゃないんですよただちょっとパソコン持ってなかったりとか今最近パソコンに慣れてきてその結構そのチャンネルをいくつも作れることが分かってきてちょっとこれ分けようと思ってで だから、動画をやめてるわけじゃなくてそのジャニーズとか反出生主義の方要は悪口へ理屈の方にちょっと注力させててメインチャンネルがおろそかになってるっていうそういうことでございます。